皆さんこんにちは、トロブユリです。お久しぶりの動画になりましたが、今回はお母さんとおばちゃんと熊本と、あと宮崎県の高千穂っていうところに行ってきたので、その動画をまとめて皆さんにお届けしたいと思います。で、私初めて飛行機に一人で乗ったんですよ。だからまあ空港に1時間前には着くようにしてたんですけど、ちょっとよく分かんなくて、めちゃめちゃギリギリあと2分で乗れないところでした。まあでも無事熊本に到着いたしまして、でここの熊本空港でお母さんとおばちゃんと合流して、そこからレンタカーを借りてですね、車で高千穂の方まで移動しました。で、私朝からですね何も食べてなくって、でもとりあえず美味しいものをきっと高千穂で食べるだろうと思ってですね、あの道中にあったコンビニでちくわ天を買ったんですけど、このちくわ天がめちゃめちゃ美味しかったです。流れてきました。あ、行っちゃった。ここのお店の方がですね、なんと私と同じ広島県福山市出身ということで、すごい話が盛り上がったんですよね。めっちゃ偶然じゃないですか。いや本当旅先での出会いすごいですね。でもこのお肉も本当に美味しかったです。で2日目、高千穂です。また今度はアマテラス鉄道っていうのに乗ってきました。あります、山の養殖トラクターを増やすに作られております。左手の上のですね、ガードレールが県道7号線でございます。天の岩と神社に通じる道でございます。そしてこの日は神社巡りを何軒かしてきました。うわ、めっちゃ綺麗、見て。綺麗じゃな。ね。水を汲みました。かっこいいなあ、あの鳥。鶏？立派だね。で、パワースポットの場所に向かう途中に
なんかお食事どころがあったので腹ごしらえをしていきました。なんかねソフトクリームとか種類めちゃくちゃあって、私は釜入り茶ソフトクリームを食べました。でこれが高千穂牛が乗ったおそばです。すごい綺麗。これがちょっといいね。めっちゃ綺麗や。透き通ってるのにした。すごいな、なんか5000円もする。はぁ、え、ほんまに。あ、でもまあまあ重たいんだ。プラスチックじゃないんだ。めっちゃ可愛いな。これお土産にしたいな。可愛い、可愛い。めっちゃおもろい。しゃべったパペにやったら。トラブイリです。トロブユリです。かわいい。一緒笑ってられる。素敵なキャンドル。体調不良な人がいる。はい、わかりました。わー、すごいね。初めて来た火山。すごい。え、こっちが火山？すごい。めっちゃこりゃ。すごいですね。やばいや、なんかちょっと煙出とるで。火に出とるね。すごい。
らいよ、なんかバカしそうよ、あの煙。ということで、この動画は以上になります。この動画がいいと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまたね、バイバイ。お母さんとおばちゃんと解散した後ですね、飛行機の時間まで3時間ぐらいあったので、ちょっぴりティータイムしました。Thank you.